Hey, hello, what's up everybody? Welcome back to another video reaction, and today I'm gonna watch Attack on Titan episode 21. And in the last episode, the female Titan, she chose to be eaten by the other Titans, and she escaped from there using the uniform. Without further ado, I hope you enjoy my reaction. Make sure you guys hit subscribe, hit thumbs up, comment down below, and also do not forget to follow me on my social media, link in the description below, and let's start it. 中身は立体起動装置をあらかじめ装備していたから、 蒸気に紛れて素早く逃げることができた。今回も同じことが言えると思わないか。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を見る限りできそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレンが自力で立つことさえできないほど憔悴していた。女型の巨人は 叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず、作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において、あの敵を出し抜くには。せっかくトロスタクの扉を破ったのに、内門を破ろうともしないし、エレンが扉を塞ぐ時も放っておいた。おそらくそれどころではなくなったってことじゃないだろうか。 それどころって壁の破壊よりも重要視する何かだよ。あの時起こった想定外のこと。あ、エレンの巨人化か。それ以外にないと思う。あの時あの場所でエレンの巨人化を見ていたものの誰か、そいつは巨人だ。グンタさん、エレン、止まれ、進め。 グンタさんじゃ、誰だ。エレンを守れ。出動する。エルド、どこに向かえばいい。馬に乗る暇はない。全速力で本部に向かえ。女型の中身が、それとも複数いるのか。くそ、よけろ。かかってこい。刺し違えてでも倒す。 敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることができるかもしれん。やはりか、クレド、女型の巨人だ。 俺たち3人で女型の巨人を仕留める。エレンはこのまま全速力で本部を目指せ。必要な大きなリスクも背負い、全てを失う覚悟で挑まなくてはならない。俺も戦います。ダメだ、これが最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ。我が藩の勝利を信じてます。 Oh, her eyes. Ah, she protect behind her neck. 今年方が一方的に、しかも声がけなしていきなり。あんな連携が取れるなんて、きっと仲間同士で信じ合ってるから可能なんだ。ああやってこんなを乗り越えてきた。だからグンタさんを失った直後でのあんなに強い。進もう。振り返らずにみんなを信じて進めば、きっとそれが正解なんだ。
俺にもやっとわかった。ずっとそうだ。自分の力を信じても、信頼に足る仲間の選択を信じても、結果は誰にもわからなかった。Oh, wait. No, Eren. He's gone.Levi, his team. Look at those eyes, Petra.選択を間違えたからみんな死んだ。おお、おお。自分を信じて戦っていれば最初から。リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に勝てた。捕獲だってできたかもしれない。お前は間違ってない。やりたきゃやれ。俺がした選択でみんな死んだ。ペトロ、やっぱりお前が悪い。この手が治ったらバラバラにぐちゃぐちゃに細かくしてから食ってやる。
will try to mistake him. Mistakes. Eren can't do that. You know, like, make part of his body hot like that. And Eren knows the fight. なぜ刃が通らない？絶対生きてる。絶対にエレンは生きてる。どこにいたってその女殺して体中かっさばいてその汚いところから出してあげるから。ごめんねエレン、少しだけ待ってて。待て！何を？一旦離れろ。この距離を保て。うなじごとかじり取られていたようだな。エレンは死んだのか？No, Eren is alive. Eren saw something right there. I don't know. The team of Levi's team, they're dead. But this female Titan, she is good about fighting. She knows how to fight. So every Titan, like,human in the Titan body, they have the different abilities, and that hardened stuff is the female Titan ability, like the armor Titan. That's what Erwin said. So yeah, that is the episode 21. I hope you enjoy it. Make sure you guys hit subscribe, put thumbs up, have a great day, and see you next time. Peace.